じゃあ改めまして、あやです。よろしくお願いいたします。はい、私こちらでは、はい、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、ジエンカウンターマスコットキャラクターを務めさせていただいております。ありがとうございます。あとはバンドで、ザ・トライブという、ブルーハーツのカバーバンドをやらせていただいているんですけども、先日こちらでも、ワンマンライブをやらせていただきまして、はい、応援に来てくださった方もいらっしゃいます今日。ありがとうございます。本当私にとってもすごくなんだろうな、貴重な経験でしたり、なんだろう、本当終わってからね、正直ちょっと気が抜けてしまったというか、ちょっとなんか安堵というか、そういうのもあって、少しあんまりこう、たまたままあライブの予定もなかったんですけど、ちょっとこう、はい、まあ少し休憩してたんですけども、今日はまあワンマン後の一応ソロってことで、まあ普段だとね、メンバーがいてすごく心強いんですけど、今日は一人ですけど、まあきっと3人とも応援してくれてると思いますので、一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ拙いギターですが、ブルーハーツ4曲ほど弾かせていただきたいと思います。じゃあ最初は、ワンマンでもやりました夕暮れ。させなくてもいい、あやふやなまんまでいい。僕たちはなんとなく幸せになるんだ。何年たってもいい、遠く離れてもいい、ひとりぼっちじゃないぜ、ウィンクするぜ。夕暮れが僕のドアをノックする頃に、あなたをぎゅっと抱きたくなってる。幻なんかじゃない、人生は夢じゃない。僕たちははっきりと生きてるんだ。夕焼け空は赤い、炎のように赤い。この星の半分を真っ赤に染めた。それよりももっと赤い血が体中を流れてるんだぜ。僕のドアをノックする頃に、あなたをぎゅっと抱きたくなってる。幻なんかじゃない、人生は夢じゃない。僕たちははっきりと生きてるんだ。夕焼け空は赤い、炎のように赤い。この星の半分を真っ赤に染めた。それよりももっと赤い血が体中
てるんだぜ。体中を流れてるんだぜ。体中を流れてるんだぜ。ありがとうございます。あーなんかすごい緊張あ、でも手拍子とか、はい、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。はい、もう私もそうですね、一応このギター始めて2年は経ったんですけど、はい、だけどね、なかなかね、いろんなこうジャキーンとかできないんですよね。まあでも一応ちょっと、はい、弾き語りもあのギターもね、もうちょっと練習もしたいんですけど、歌の方をね、やっぱりこう最近音楽のお友達にもこの間教わったのは、やっぱりこう、まあ、うまく綺麗に歌うよりかは、なんかこう伝わるような歌い方っていいよねっていうお話とかアドバイスもいただいてるので、歌のレッスンも今頑張っております。はいありがとうございます。じゃあ次はですね、はい、本当はちょっとジャカジャカ系やろうかなと思ったけど、はい、ちょっと今日はこの間ジャカジャカいっぱい元気に歌ったんで、今日はちょっとゆっくりナンバーでいきたいと思います。チェインギャング。僕の話を聞いてくれ、笑い飛ばしてもいいから、ブルースに取りつかれたらチェインギャングは歌い出す。仮面をつけて生きるのは息苦しくてしょうがない。どこでもいつも誰とでも笑顔でなんかいられない。人を騙したりするのはとってもいけないことです。物を盗んだりするのはとってもいけないことです。それでも僕は騙したり物を盗んだりしてきた。世界が歪んでいるのは僕の仕業かもしれない。過ぎてゆく時間の中でピーターパンにもなれず、一人ぼっちが怖いから半端に成長してきた。なんだかとても苦しいよ、一人ぼっちで構わない。キリストを殺した者はそんな僕の罪のせいだ。ことはかっこ悪いかもしれない。死
でしまうということはとっても未知のだ。だから親愛なる人よ、その間にほんの少し人を愛するってことをしっかりと捕まえるんだ。だから親愛なる人よ、その間にほんの少し人を愛するってことをしっかりと捕まえるんだ。一人ぼっちが怖いから半端に成長してきた。一人ぼっちが怖いから半端に成長してきた。ありがとうございます。私先ほど言ったバンドでね、ブルーハーツのバンドやってるって言ったんだけど、今日はい、ブルーハーツのバンドやってる方がいらっしゃるんですはい、なんかね、逆にちょっと変なプレッシャー、すごい見てるしと見てるとか応援ですよね。はい、ありがとうございます。でもすごい日頃お世話になってて、今日もねこの後ユニットで、まあ、ブルーハーツの曲じゃないですけど、はい、出ていただきますので楽しみにしております。ありがとうございます。はい、じゃあ、あとこの曲もそうですね、私まあ、バンドでもやるんですけど、まあ、どの曲も好きなんですけど、やっぱりブルーハーツを初めてというか聞いたぐらいから、やっぱこの曲は、はい、なんかやっぱこれだよなっていう曲です。パンクロック。吐き気がするだろう、みんな嫌いだろう、ああ真面目に考え、真面目に考えた、ああ僕パンクロックが好きだ、中途半端な気持ちじゃなくて本当に心から好きなんだ。僕パンクロックが好きだ。友達ができた、話し合えるやつ、ああ何から話そう、僕の好きなもの、ああ僕パンクロックが好きだ、中途半端な気持ちじゃなくて優しいから好きなんだ。僕パンクロックが好きだ。僕パンクロックが好きだ。
中途半端な気持ちじゃなくて本当に心から好きなんだ僕パンクロックが好きだ僕パンクロックが好きだ僕パンクロックが好きだ ありがとうございます。なんか3曲目にして声が出てきたって感じがしますけどはい、ありがとうございます。じゃあ次でも最後の曲でございます。はい、その前にちょっと告知だけさせていただきましょうかね。はい、ですね、今7月でもそうだな、トライブの宣伝しよう。8月なんですけども、18日の日曜日ですね、こちらジエンカウンターさんで、サマーバンドフェスということで、バンドの方がメインの、ライブイベントを開催させていただくんですけども、その時に一応、はい、私のバンドのザ・トライブがまた出演させていただきます。まあ、私自身もこうやってソロでもね頑張ってはいきたいなっていうところもあるんですけど、やっぱり今後はちょっとバンドをメインにね、皆様に笑顔とか元気を届けたいなって思っておりますので、またFacebook 等でもねお知らせはしていきますけど、もしお時間ありましたらぜひ見に来てください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。あとまた私も、はい、定期的には企画のライブとか、皆さんのねこういうなんか素敵な時間が過ごせるようなイベントを開催させていただきたいと思いますし、オファーもしていきますので、ご都合つく方ぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあ最後は一応これ私のテーマソングでもあると勝手に思っております。大好きな曲です、青空。山の向こう側かっこつけた騎兵隊がインディアンを打ち倒した。ピカピカに光った銃でできれば僕の憂鬱を打ち倒してくれればよかったのに。神様に賄賂を贈り、天国へのパスポートを願うなんて
そのバスに僕も乗っけてくれないか、行き先ならどこでもいい、こんなはずじゃなかっただろう、歴史が僕を問い詰める眩しいほど青い空の明日で、青い空の明日で、青い空の明日で、青い空の。ありがとうございました。